ビリー・ランドルフは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、ホーリー・ヒル出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギニューヨーク・ヤンキース時代1972年ドラフト会議で、ピッツバーグ・パイレーツから7巡目に指名され、入団、マイナーでのプレーを経て1975年7月29日に、メジャー初出場。その年12月に、ケンブレットラに選手との交換で、 ニューヨーク・ヤンキースに移籍。ヤンキースでは移籍後すぐにレギュラーを獲得し、1976年から1988年まで13シーズンを過ごすことになる。ゴールドグラブ賞の獲得こそなかったが、名手として知られ、ルー・ウィデガー、フランク・ホワイトらと共にアリーグを代表する二類手として活躍し、オールスターにも通算6回出場。 1977年のワールドシリーズ制覇にも貢献した。1980年には打率、294、7本塁打のほかリーグ1位の119支球、同2位の出塁率、427、同8位の30盗塁、同9位の99得点の活躍で、シルバースラッガー賞を獲得。1986年には、ロンギドリーと共に、 チームのキャプテンに就任。1987年の1三振あたりの脱数18.0はリーグ最小であった。1988年オフに FA でロサンゼルスドジャースに移籍。移籍初年度の1989年にもオールスターに出場。1990年途中にオークランドアスレチックスに移籍し、ワールドシリーズ出場を果たすが、 シンシナティレッツに一勝もできずに敗れる。1991年はミルウォーキーブルワーズでプレ九1992年はニューヨークメッツでプレーし、1992年限りで現役を引退。前述のようにキャプテンを務めるなどの功績を踏まえ、ヤンキース時代の背番号30は準永久決番となっていた時期があった。現役引退後はヤンキースで十一シーズンにわたって、 コーチを務め、4回のワールドシリーズ制覇にも貢献。2004年オフに、メッツは、当初ウォーリー・バックマンを監督に据えようとしたが、アリゾナダイヤモンドバックスとの争奪戦に敗れたことも、あり、ランドルフが、監督就任要請を受け、契約した。メッツの歴代監督のうち、メッツでの選手経験があるのはランドルフが7人目である。 2006年には97勝65敗で18年ぶりの地区優勝を成し遂げるリーグチャンピオンシップシリーズでセントルイスカージナルスに敗れチーム6年ぶりのワールドシリーズ進出はならなかった2007年1月24日に3年間の契約延長を結ぶ2007年は序盤戦から絶好調5月31日の時点で34勝18敗の独走ぶりで 2年連続の地区優勝は確実かと思われたが、終盤戦で失速し、地区優勝はフィリーズに、ワイルドカードは、ロッキーズに逆転を許し、プレイオフ進出を逃した。特に最後の17試合で11敗を喫し,し、残り17試合で7ゲーム差がありながら、逆転を許したメジャー史上最初のチームという不名誉な記録を残すこととなった。 大型補強をして臨んだ2008年も開幕から、不審が続き、6月17日、開幕から34勝35敗、首位フィリーズから6.5ゲーム差という時点で解任され、ベンチコーチのジェリー・マニエルが監督代行となった。2013年の第3回 WBC にアメリカ合衆国代表で三塁ベンチコーチを務める。2015年10月21日に、 1> 第1回 WBSC プレミア12のアメリカ合衆国代表監督を務めることが発表された。2016年4月15日に第4回 WBC のアメリカ合衆国代表コーチを務めることが発表された。解任の時点で5球団中4位ありがとうございます。